ギルバート・メレンデスはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州、サンタアナ出身。スクラップパック所属。元ストリックホース世界ライト級王者。元 WEC 世界ライト級王者。カーリーヘアと遠距離からパンチを打ち込む独特のファイトスタイルが特徴。かつては比喩 f c 系で最強と言われていた。幼い頃に、 ハルク・ホーガンのプロレスを見て格闘技に興味を持ち、中学生の時には UFC に熱中する。サンターナ高校時代にレスリングを始め、友人のジェイク・シールズの紹介で、総合格闘技を始める。サンフランシスコ州立大学在学中の2002年に、プロデビュー。2004年5月21日、WEC 世界ライト級王座決定戦で、オラフ・アルフォンソと対戦し、 tk o 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2004年にシュートに参戦すると、高谷博之、植松直也らに勝利。2005年8月20日、シュートで佐藤ルミナと対戦。首相撲からの膝蹴りで額から出血させ、tk o 勝ちを収めた。シュートの世界ランキングは、ライト級1位まで上り詰めるも、原料区のため階級を 70kg 級に、 再転校することを表明。2006年5月3日のヒーローズミドル級トーナメント1回戦で上山隆起と対戦予定であったが欠場となった。後に契約不履行により K1 から提訴された。2006年6月9日カリフォルニア州で行われたストリックホース世界ライト級タイトルマッチでクレーグイダと対戦し2から1の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年8月26日、プライド初参戦となったプライド武士道、その12では、帯谷信弘を小寸前に追い込み判定勝ち。試合後、帯谷の同門であり、メレンデスが以前から対戦を熱望していたプライドライト級王者、ゴミタカノリへの挑戦を改めて希望した。2006年11月5日、 プライド武士道、その13体で、青木深夜と対戦予定であったが、左肘頭の活躍、北上演により欠場となった。青木の試合後に、リングに上がり、青木の大晦日めちゃくちゃ楽しい試合やろう。という呼びかけに賛同したものの、大晦日の対戦は実現しなかった。二千六年十二月十一日、プライド男祭り二千六では、川尻達也と殴り合いを展開し、 判定勝ち。この試合から所属がジェイクシールズファイティングチームとなった。2007年9月29日、ストリックホースで加藤哲史と対戦し、判定勝ち。2007年12月31日、やれんのか、大晦日。2007で石田光弘と対戦し、判定負け。キャリア14戦目で初黒星となった。 2008年2月13日に開催されたドリーム開催発表記者会見ではライト級グランプリ出場予定選手として発表されたが欠場となった。2008年6月27日ストリックフォースメレンデス VS トムソンの世界ライト級タイトルマッチで女子トムソンと対戦。テイクダウンの数、グラウンドでのポジショニングで上回られ0から3の 判定負けを喫し王座陥落した。2009年4月11日、ストリックフォース、シャムロック VS、ディアズのストリックフォース、世界ライト級暫定王座決定戦で、ホドリゴダムと対戦。右ストレートでダウンを奪い、パウンドによる小勝ちを収め王座獲得に成功した。当初は、トムソンとの再戦となるライト級タイトルマッチが予定されていたが、トムソンの負傷により、 暫定王座戦となった。2009年8月15日、ストリックフォースからの VS サイボーグのストリックフォース世界ライト級暫定タイトルマッチで挑戦者、石田光弘と再戦し、TKO 価値により王座を防衛し、1年8ヶ月ぶりの再戦でリベンジに成功した。2009年12月19日、ストリックフォースエボリューションで、 世界ライト級生王者女子トムソンと王座統一をかけて再選。途中、近敵等のアクシデントもあったものの、全体的に公正に出て3から0の判定勝ちを収め王座統一に成功した。2010年4月17日、ストリックフォース、ナッシュビルでの初防衛戦で、ドリームライト級王者、青木真也との現役王者対決を行い、 鼻血を出させるなど終始圧倒し、青木の18度のテイクダウンをすべて切り、3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。その後しばらく試合から遠ざかっていたが、2011年2月にストリックホースと複数年契約を更新したことが発表された。2011年4月9日、1年ぶりの復帰戦となったストリックホース。 ディアズ VS、デイリーのストリックフォース世界ライト級タイトルマッチで、挑戦者、川尻達也と対戦し、終始圧倒し、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2011年12月17日、ストリックフォース、メレンデス VS、マスビダルのストリックフォース世界ライト級タイトルマッチで、挑戦者、ホルヘ・マスビダルと対戦し、3から0の判定値を収め3度目の防衛に、 成功した。2012年5月19日、ストリックフォース、バーネット VS、コーミアーのストリックフォース世界ライト級タイトルマッチで、挑戦者、ジョシ・トムソンとラバーマッチで対戦し、2から1の判定勝ちを収め4度目の王座防衛に成功した。2013年4月20日、ストリックフォース統合により、UFC 初参戦となった UFC オン・フォックス7。 UFC 世界ライト級王者ベン・ヘンダーソンに挑戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年10月19日、UFC166 でディエゴ・サンチェスと対戦し、壮絶な打ち合いを繰り広げて3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年10月23日、シーザー・グレーシーより、 ブラジリアン柔術黒帯を授与された。2014年、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン20で、アンソニー・ペティスと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。2014年12月6日、コーチ対決として、UFC181 で、UFC 世界ライト級王者、アンソニー・ペティスに挑戦し、ギロチンチョークでキャリア初の一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2015年6月13日 UFC188 でライト級ランキング9位のエディアルバレスと対戦し1から2の判定負け試合後薬物検査の結果として禁止薬物に指定されているパフォーマンス向上薬の陽性反応が出たことが発表され1年間の試合出場停止処分が課された2016年7月23日1年1 カ月ぶりの復帰戦となった UFC オンフォックス20でライト級ランキング6位のエジソン・バルボーザと対戦し、0から3の判定負け。2017年9月9日、フェザー級転校初戦となった UFC215 でフェザー級ランキング8位のジェレミー・スティーブンスと対戦し、0から3の判定負け。敗れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2019年7月6日 UFC239 でアーノルド・アレンと対戦し0から3の判定負け5連敗となった2019年10月12日 UFC からリリースされた2020年7月27日全米ハンドオーピング機関が2019年10月16日に実施されていた抜き打ち検査でメレンデスから GHRP-6 の陽性反応が検出されていたこと及びメレンですが UFC リリース後に行われた検査であるためウサダに検査権限はなく検査結果は無効だとしてウサダに対して言っていた異議申し立てについて独立仲裁人が2年間資格停止の裁定を下したことを発表したリリースしたことを UFC がウサダ及び メレンデス本人に11月6日まで知らせず、検査対象リストからも12月5日まで除外されなかったため、リリース後に抜き打ち検査が実施されていた。ありがとうございます。